今夜ライブを行うビートラクターズの皆さんにお話を伺います。皆さんこんにちは。こんにちは。ではまず、自己紹介からお願いします。ボーカルとハムリカのロドリー遠藤です。よろしくお願いします。はい、ギターやってますバン・ジョンソンです。よろしく。ウクレレとベースやってますハラ・ヘンドリックスです。よろしくお願いします。はい、ドラム・パーカッション、時々ピアニカというロメア・サカでございます。よろしく。このバンドで、やられている音楽のジャンルを教えてください。これが一番難しい質問だと思うんですが基本的にまあ一番最初始めた頃はですね、やっぱりブルースというまあ音楽を中心にやってたんだけども、そのうちいろんな要素を取り入れまして、ブルース、ボサノバ、ブギー、いろいろですねやるようになりまして、今の形になってるんですけれども、まあちょっとなぜかって言われると非常に難しい質問なんですけれども、まあ要はですね、誰が聴いても楽しめるという、そういう音楽をやりましょうという感じで今の、至っていると、そういう感じでございます。今夜のライブの PR というか、ここが売りだっていうことをなど、教えてください。まず最近セカンド CD 出しました。これです。この CD の中からですね、今回はですね、パスタレストランロゼッタという非常におしゃれな、お店でありますので、そのお店にぴったりフィットしたですね、そういう曲をこの中からセレクトいたしまして、さらにこのイタリアンな感じにですねアレンジを再度施しまして、ウクレレを中心にブルース、ジャズ、それからワルツ、リズム&ブルース、ボサノバ、ここら辺を中心にお届けする予定でございます。CD、セカンド CD を発売されたということなんですが、こちらはどこで購入することができますか？これはですね、非常にですね入手が難しいです。結構ね売ってないですんで、新生堂とか行っても、取り寄せとかしてもですね、取り寄せられない。なぜかというとですね、私たち家内工業で作っておりますので、今ですねほとんど受注生産になっております。もし欲しければですね、ホームページとかありますんでですね、僕らのホームページの方を見てもらってですね、お問い合わせいただくと、すぐに私たち4人力を合わせて量産体制に入りますので、ぜひですねご要望くださいと言いながらも、なかなかそういうところから申し込んだことがないんですけど、冗談ともかくライブ会場とかですね、そういうところで販売するようにしております。値段もですね非常に1500円で10曲入りという非常にお買い得なですね、価格になっておりますのでですね、ぜひまた皆さん機会があったらですね買っていただければと思っております。ビートラ友の会というのがありましてですね、ビートラ友の会に入っていただきますと、なんと何でしたっけ、メンバーズカード、磁気カードがポイントカードです。ポイントカードがですねもらえます。入会費、入会金、年会費無料でございます。でポイントが貯まりますとビートラグッズが漏れなくもらえると言いながら、まだもらった人がまだ2人ぐらいしかいないというやつがあります。何しろライブに1回足を運んでいただくか、あるいはホームページで視聴もできますので、それを聞いてもらうなりしてですね、ぜひ一度山梨が生んだビートラクターズ見ていただければと思っております。では皆さん、今夜のライブ頑張ってください。頑張ります。さよなら、ごきげんよう。山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。